はい、皆さんこんばんは。2018年の2月の25日、0時25分です。よろしくお願いします。こんばんは。ひまやし1個目。おー、ニコラスいらっしゃい。ニコラスってなんかアンチコメっぽいこと書くような人だったっけ？もともと。もともとそんな感じの人だったっけ？なんかちょっとよくわかんない。なんかあったの？はい、リカちゃんこんばんは。ですね、ステゴロに出るんですけど、ステゴロに出るときに、T シャツにリスナーさんの名前書いて、それを背負って、出場したいなって思ってるんで、もしよかったらテロップ読んでおいてください。リスナーさんの名前書かせてくれる人がいたら、ぜひ名前書いてって書いてください。よろしく。名前入れてとコメントで書いてもらえると嬉しいです。こんばんは。和道歴は長い。あ、そんな感じだった。ニコラスだってもうニコ生の頃からコテハン変えてなくない？まあほとんどいやよ勢だったかもしれないけど、書くときニコラスって書いてるよね、昔から。違う名前だったかな。ニコラスって書いてるよね。ずっとこんな感じだったっけな。なんかその過去遺族性のコメントに変えたり、なんか他の枠見て、なんか影響されてアンチコメになったりとか、なんか性格が変わるタイプのリスナーさん把握できないんだよね。ニコラスなんかこんな、俺に焼かるタイプじゃなかったと思ったんだけど、そんなんだったっけ。なんかちょっとつかめねえわ。アンラッキー池田さんいらっしゃい。今日は歌わないよ。今日は歌わない。はい、米付きバットさんいらっしゃい。楽しんでて。夜中だと集まり悪いかな、久々だから。ちょっと難しいかもね、今日は。どうだろうか。おい、まーさんいらっしゃい、ワドツ。まだね、ワド T シャツで名前載せてくれる人で、まだ申請していない人がいたら。深夜、すごい少ないね、20人とか。まあまあ。初めてかな。ふわっちやってだいぶ経つけど。まあ誰か見てるのかな。通知行った？窓が好きになった？ありがとう。なんで？なんで好きになったの？急に。何があったの？まあ好かれることは嬉しいですね、正直。あ、まあまあ、しょうがないよ。さあ、人によって、俺の場合は、まあそこそこ人来るんだよね。なんでなんだろう。ちょっとよくわかんないな。優しさと面白さ。まあ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 。まあまあ、全部ネタだから。全部ネタだから。まあ、あんまり、ね、こいつはこういうやつだって決めつけないで。俺にもいいところと悪いところあるから。普通な目線で見守って。長く見てもらいたいから。初見さんいらっしゃい。やっと夜ご飯食べれる。今からだ。俺はもうご飯食べた。お腹いっぱ
仮想枠が閲覧が300超えたあたり、今日のフワッチの風。さっき、だから水増しされたよ、俺も。歌歌ってて50人だったのが、急に10分ぐらいで400人まで水増しされて、水増しやめてっつったら、120人まで減ったから。今日は、なんか水増し、なんか、水増し職人がなんかやってるね。明らかな水増し、今日昼間あったよ。サブカル格闘技、哲学とかいろいろ知ってる。あ、いや、俺ね、哲学っていうのは自分の領域じゃないんだけどね、哲学をね、体系的に学んだことって俺一回もなくて、で、俺あんまり哲学自分で語ってるつもりないんだよ、実は。なんかそういう風に見られがちなんだけど、何なんだろう、その哲学とかよく言われるんだけど、俺はあんまり実感ないかな。カメラが特殊？いや、普通のロジクールのカメラだよ。ニアさんいらっしゃい。ミキさん普通のカメラだよ、これ。はい、たくみさんお疲れっす。アクソでずっとトイレ、なんだ、お、なんだろう。とろろそば食べてんな。まあいいや、とろろそば食べたら間違いないよ。前でも仏教とか、アドラーの心理学は俺じゃなくて多分ね、ドレさんですね。俺アドラーの心理学読んでないんで、多分ね、アドラーって言ってんのはドレさん。俺じゃないっす。仏教は多分俺。あ、仏教は多分、配信で多分そこそこ詳しい方だと思うけど、アドラーの心理学は僕語ったことないっすよ。僕詳しくないっす。お、アーミーお疲れ。つわりか、つわりか、そっか、妊娠したっつったもんね。あれだよ、ね、大変だと思うけど、すごくね、大事な時期だから。頑張ってね。心理学、哲学とか心理学とかあんまり詳しくないけどな。閲覧少ねえな、今日は。水増しが流行ってるっていうか、なんか水増しは本当は良くないんだけどね。水増しが横行すると不正が横行するようなことだから、だからまあ、歌うたえば増える？増えないよ。俺の歌はそんなに期待されてない。好きな人は好きだけど、100人に1人ぐらい俺の歌聞きたいっていう人たまにいるけれども、基本的には雑談が見たいんだよ。俺雑談配信者だから。みんなは捨て頃 T シャツ、みんな名前書いてくれた？グッズにするときにこうやって、みんなの名前背負ってやるんで、もしね、まだ名前書かれてなくて、T シャツに名前載せてほしいっていう人がいたら、ぜひ声かけてください。今50人ぐらい募集して、1000人ぐらい背負いたいんでね、ぜひ協力してください。歌って気なの？不正ログインでポイントを窃盗されたり水増しされたり、フワッチもセキュリティ危ない。不正ログインでポイント窃盗はされないと思うよ。っていうかね、運営側は水増し歓迎っていうか、まあ、運営側としてはやってる人がいても放置したいっていうのが普通だと思うけど。閲覧が大きく見えるわけだから、サイトが育ってるように見えるから。だから、そういう炎上させないでくれっていうところが本音だと思うけど、運営さんの。なんか、その事件っぽくやらないとか、裏話はするなっていうのが本音じゃないの。まあね、雑談が一番人気あるよね、俺は。雑談配信者だし。ごめん、ちょっと言語外波動っていうのがちょっとよくわかんないわ。何のことだろう。言語外波動。ごめんね。ネットの神さんはポイント10万円分取られた。え、なに？ハッキングされたってこと？それは普通に刑事事件でしょ。
読み気で見ると見える。ごめんね、ミキちゃんが何言ってるかさっぱりわかんないわ。キャスアカのアカウントって何？キャスアカ？何言ってんの？ザクロもツイッターアカでポイント取られてアカウント新しくした。へえ。何？ツイッターでアカウントを作ってる人を盗まれてるってこと？へえ。怖いね。怖。マジで？ポイント盗まれてるってこと？やばくない？それ。泥棒じゃん。普通に。悪い奴がいるんだな。それはダメでしょ。泥棒じゃん、完全な。っていうか今日閲覧少な。100人いかなそうだな。何なんだろう。ちょっとよくわかんないね。今日ひどいな。初めてかも、35で止まってるの。何なんだ今日。寝ちゃったのかな。久々の夜中の放送だしな。通知が外されてんのか。あ、でも全体的に少ないな。関信吾さん、セブンさん、ゆかち、みんな少ないな、今日。今日なんか変だね。なんか変だわ。まあ日曜日だからね。あ、ツイキャスとかに撮られてんのかな、ゴールデンタイムだから。まあまあ、まったりやろう。まったりやるしかない。でもポイント盗まれるのはかわいそうだよな。これでね、生活してる人もいるんだから、泥棒だよな、泥棒。いるんだな。今日あれだよ、ジーパンリペア出してきたよ。で、新しいジーパン1本買ったの。で、そしたら店から出たらさ、店の看板にさ、2本目半額って書いてて、と思って店員さんに聞いたら、これって俺が今買ったジーパンも2本目半額なのっつったら、そうですって言うから、教えてよっつってさ、2本目ちょうだいっつって2本買ってきた。もうジーパンこれ一生履く気で、まあ一生履けるかどうかわかんないけど、1本目買ったやつはリペアに出して1ヶ月後にこう修理して戻ってきて、でもう1本履くもんないから買っとこうって。今日捨てたのよ、部屋片してる時に。もうボロボロで穴開きまくっちゃったジーパン、生活保護の頃に買った安いジーパン。でも長持ちする綿 100% のジーパン履きたかったから、綿 100% のちょっといいやつ買って2本ジーパン買ってきたよ。だ、今買ったくてさ。多分ね、ノーウォッシュって言って洗濯しないで着ると思う。基本的には洗濯しないで、当たりとかヒゲとかさ、蜂の巣って言ってさ、あのかっこよくなるんだよ。で、今月稼がせていただいたから、まあ服だったらね、あの別に着るものだからさ、
贅沢かもしんないけど、子供の頃憧れてたの、リーバイス。それを着ようと思って。こんばんは、モノさん。そう、リーバイス履けなかったからさ、嬉しいよな。子供の頃の夢が叶ったよ。俺リーバイス履けるようになった。リーバイスのヴィンテージモデル履けるようになったわ。ねえ、いいよね。服だったらね、腐るもんじゃないし。まあ、ジーパンなんか長く履けるからね。606っていうモデル買ってきた、2本。で、黒1本買ったんだけど、前、まあ、リペア出したやつが黒黒だったから、通常モデルも1本持っとこうかなと思って。詐欺師はキエロさん、こんにちは。そんな感じかな。しかし、まあ、閲覧ひどいな、今日。全体的にひどいけど、まあ、俺の枠、かそりすぎでしょ、いくらなんでも。名前カオスですいません。いや、いいんじゃない、詐欺師は消えろって誰のこと、詐欺師って。俺のこと、キツネ、あ、キツネじゃないから来てないのかな。いや、あんまり関係ないと思うけど。なんかその、なんだろう、ほら、T シャツの企画とかもあったから、通常枠やらないとと思って。だから通常枠でじゃないと、コテハンわかんないから、名前載せらんないからさ。まあ、キツネ枠にしてもいいよ、俺は。もし、まあ、人が集まんなかったら意味ないかな。まあ、30分やってキツネ枠にすっか、じゃあ。夜中だしみんな寝てる。まあ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 、しょうがないね。夜中も強かったんだけどね。あ、そうなんだよね。バーバースタイルにして、セット全然やってないから、あんまり意味ないんだよね。そうなんだよ。確かに。もうバーバースタイル崩れちゃったよ。もう生えてきちゃったもん。だからもうバーバースタイルじゃないよ。あれはもう1ヶ月に1回とか3週間に1回ぐらい美容室通わないと維持できないスタイルだから。ねえ、昔夜中強かったのにね。テレビゲーム？そうだね。子供の頃はよくやったけど、テレビを持ってないっていうのとゲームのハードがあんまり持ってないから、まあやらないかな。普通の人に比べてゲームってやらないかもしんない。和道さんじゃなくていいよ。和道でいいよ。ファミコンじゃない、スーファミ、プレステ世代。スーファミとプレステ1で、プレステ2までやったかな俺は。プレステ2の頃にはもう中学生で飽きてたな。ゲームね、子供の頃大好きだったんだけど、あんま大人になってからゲームってやりたいなって思わなかったね。あ、もう神っていうか、未だにだからレトロゲーム、スーファミ持ってるけど。なんかね、グラフィックが良くなっても全然俺は感動しなくて、単純にストーリーとかゲーム性が良かったら、なんかゲームらしいゲームが好きなのね。もうテトリスとかシンプルじゃん。なんか今のはなんか映画見てるんだか何なんだかよくわかんなくて、感情移入できないんだよね。ストリートファイターも02ぐらいまでが面白かった。それこそ初代のストリートファイター2なんか最高だったし、そっからターボとかさ、ダッシュとかいろいろ出て、まあ俺がやってたのはストリートファイター02までかな。あ、まあまあそうだろうね。配信者は時間帯、あ、この人夜やらなくなっちゃったんだと思うと、やっぱフォロワーとか通知外されるからね。昔のゲームの方がなんかゲームって感じだよね。今のはもうなんだかわかんないね。本当になんかリアルすぎるっていうか、別になんかゲームにリアリティとか追求してねえんだけどな。はい、こんばんは。なんなんだろうね。よくわかんねえな。もう出尽くしたんじゃないの？パズルはパズル。ネタが出尽くしてグラフィックをいじるぐらいしかないんだろうな。発想、新しい発想って生まれないんだろうな。僕はレトロ感があるやつは好きですね。僕は個人的にはレトロ感のあるゲームが好きです。レトロ感っていうか、ゲームって感じのが好き。ゲームって感じ。
どうする？キツネ枠にする？ 30 分終わったら。なんか通常枠ダメっぽいよね。キツネ枠にしようか。まあそれで人が増えるかどうかわかんないけど。やってみる？どっちがいい？キツネにしようか。キツネにするわ。キツネにしよう。この枠で終わり。みんなも気楽に何でも書けるでしょ、キツネの方が。人が増えるかどうかわかんないけど、実際。最近夜寝れない？疲れてんのかな？精神的になんかあんの？大丈夫？俺寝てるよ。俺はめちゃくちゃ寝てる。今日この後寝るけどね。1時間ぐらい。まあ喋ったら、まったりしたら。俺は寝るよ。だね、ちょっとね、いいトークしないと寝つきが悪いのよ。いいトークしないと。なんかそういう癖なのよ。俺は全然寝れてるよ。8時間どころじゃない。俺12時間は最低でも寝るもん。8時間で起きたら、うわー、ショートスリープだわーって思うもん。全然もっと寝ますよ、僕は。全然。8時間でショートスリープっていう感覚ですね。職業病？ああ、どうなんだろうなー。配信で飯が食えてることの方がおかしいからな。だってさ、配信で飯が食えてるって結構異常事態だと思うよ。まあ、YouTuber ほどのバブルではないけどさ、ここ2、3年じゃん。配信者が本当にバイトもしなくていいようになったの。それが100人ぐらいいるわけでしょ？どうなるんだろうな、今後。安定はしてる方だと思うよ。稼げてはないけど、食えてる安定感はあると思う。ただ周りが結果出してるからな、100万以上稼いでんのも。後輩たちが。すごい時代だよ。まあ俺はだいぶリスナーさんから愛されてるよ。アイテムたくさんいただけて。生活ができてるんだもん。ねえ、すごい時代だよね。俺は、すごいなーって。このバブルがいつかダメになるのか、このままね、配信会がどんどんでかくなるのか、よくわかんないよね。まあそうだよ。だって、働いてるよりも配信やって一発当てた方が面白いか、ねえ、お小遣い稼ぎにもなるし。ねえ、可愛い女の子だったらね、ちやほやされるし。まあいいっす。ねえ、自己顕示欲満たしたり、女の人と出会えたりとかいろいろあるわけでしょ。すごいよね。まあ、それはしょうがないんじゃないの。この生活を選んだ時点で、なんて言うんだろう。明日ダメになるかもしれない恐怖とは、毎日向き合っていくっていうのは、俺は当然のことだと思うけどね。当然のこと。だから普通のさ、サラリーマンとかが認めるわけないもん。そんないい思いしてふざけんじゃねえよって、お前も苦しめって思うでしょ。T シャツ今ね、こんな感じですね。50人ぐらい名前書いていただいて、ノンラブさん、ハセトモさん、ミースケさん、ソソさん、カイホーさん、トシさん、カズさん、カルンさん、キンチョウさん、ケンタンメンさん、ミノムシさん、ニャコさん、ワッチさん、知らんけどさん、トツさん、コイアジさん、エイさん、モヨコさん、オックンさん、サラさん、ヤノラッキーさん、バンナムさん、アンコロさん、ノマイナールさん、メンボウさん、カリュウさん、シャークレイさん、エンビーさん、ケイトさん、クリオネさん、アマモちゃんさん、地獄のワイフさん、サキンチョさん、ラムーさん、バーベキューさん、ココロさん、ケジャンさん、イチローさん、ジョージャクシャンさん、ガローさん、ナイトさん、ギギレスプリンさん、リョウさん、マキルさん、タケさん、リカさん、サツキさん、カナポンタさん、カスピンさん、カナチンさん、なんだかわかんない人、ブランドさん。まあ50人ぐらいですね。50人かな。
どれはいらない？何どれいらないって、どういうこと？まあこんな感じですね。意外と増えてない。この枠でも一件も増えなかったな。いやだってなんかアラビア文字とか読めないもん。アラビア文字読めないっすよ僕。いい、バンナムさんの名前入ってますよ。ありがとうございます。シリアでまた空爆か。まあ完全に戦争だからね。どう？入ってる入ってる。あの名前のステーって言ってくれた人は入ってますよ、確実に。問題ないですよ、うん、消したりしないから。一応ねフォローしてる人限定で、まあ捨て頃のリング一緒に上がりたいなっていう。地方の人だとね東京にわざわざ来ることできないですもんね。あのね戦争が早く終わったら困るんだと思うよ多分。なんか大人の事情があるんでしょう多分。あのアメリカの内政の問題とかあるんでしょ。終わらそうと思ったら速攻終わらせられるに決まってる、ね、でもなんかそのテストしたり、要は弾を吐きたいんだよ。兵器を使ってもう一回予算取りたいんでしょ。そういう大人の事情だと思うよ、いろいろと。戦争が終わったら困るっていう理屈がある。戦争やってる人も給料もらえてるのかな。まあ軍隊だ、どうだろう。その貧困国の方は分かんないけど、正規軍とかはもらってるでしょ、うん、もらってると思いますよ。てか戦争っつってもね、内戦とかだと略奪とかも横行しちゃうし、まあ戦争は俺あんま詳しくないからよく分かんないけど、アメリカはまあ戦争産業っていうか世界の警察やってみかじめ料を取って成り立ってた国だからね、うん、未だに戦争を負けた国はみかじめ払い続けるって、それだけだよね。まあそれも儲かんなくなってきてちょっとやめようかみたいな風潮なんだろうけど、まあ、戦争のことはよくわかんねえな。俺は公共事業だと思ってるけど。場所移動だからまあ北朝鮮、日本、中国、韓国とかこの辺は結構世界的に見て危ないエリアだからね、まあ、戦争停止してるだけだからね、うん、いつこうバーンってね戦争始まるか分かんない状態だから。だからヨーロッパの人たちのこう日本とかこの辺東アジアの情勢っていうのはまあいつ戦争起きてもおかしくないっていう風に判断してるだろうね。まあ特に北朝鮮は警戒してると思うよ、ミサイル飛ばしてんだから。日本人の感覚がおかしいんだよ。頭の上ミサイル飛ばされて普通になってんだもんね。なんかお花畑でしょ。銃口こうやって突きつけられてさ、危ないよダメだよって言ってんの、うん、だってさ J アラートとか言ってるけどあれただの空襲警報でしょもう空襲警報に名前変えた方が良くない？何 J アラートとか、なんか、かっこつけてんだよ、みたいな。普通に空襲警報だから。うん。名前もっとおどろおどろしいのにしないと気づかないよ、日本人。あれは、ただの空襲警報だからね。空襲、空襲だよ。まあ、平和ボケってやつですかね。次役行きます。狐行きます。お疲れ様でーす。間違えた。トラン荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。